どうもちりこです。どうも限界です。限界ですコーナーです。カルテットです。限界ですじゃねえ、限界ちゃん、限界ちゃんになった。今日限界ちゃんです。今日は、ヒューマンホールフラットに新しいステージが出たということで、ステージ、ジラちゃんもうちょっと頑張って、もうちょっと頑張って、限界ちゃんもうちょっと頑張ってね。このステージね、木材っていう名前のねステージなんでね、今日はそれを楽しんでいきたいと思います。じゃあ向かおうか。落ちていくのかと思った本当に。なんか木材キャンプ場みたいなのどかさだよね。うんうん、本当が、もう見つけたよ、もう見つけたよ。なんか見つけた。冷蔵庫持ってけちゃうじゃん。冷蔵庫持ってける。冷蔵庫持ってく。それね、じゃあそれ何持ってんの。この布団、掛け布団です。掛け布団、まあ寒くなったらね使う。犬がよ。こうやって、おう。犬がよ。危ね、落ちてない人いる。え、これこっちに合ってんだよね。合ってんじゃない。落ちて戻ってきてからあんまりすぐ動けなくなってない。わかんない、グデってなっちゃう。アップデートの効果が、うん、あ、なんか赤いのあります。赤いのここにあります。え、どれどれ。スイッチね。これ赤いのあります。スイッチね。どれ。あ、レバー。赤いのじゃなくてこれあるだろ。レバーね。あ、なんかしたカタ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 って、下に下げんじゃない。あー、木が、え、橋ができた。あ、木が流れてた。え、これ乗るんじゃない。これ乗るんじゃない。乗れなかった。橋ができるんじゃない。橋ができる。早まってない。早まってた。早まったの。ここでしょ。おー、かぼちゃ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 、元気に助けて、助けて。やばい、なんかすごいぬるっと滑るよ。しかもやばい、なんか、ね、本当にミイラみたいな歩き方する俺。ジェジャ本当に犬みたいな歩き方する。本気出しちゃおうかな。これなんかすごく歩きにくいこの場所。うん。すす。危ね。し。ほらなんかミイラみたいな歩き方しない、これ本当に。おめえがスマホ見てる間俺が。スマホ見てる。動画撮ってる時にスマホいじってんじゃねえぞ。スマホいじってる時に動画撮っちゃねえよ。強気かよ。逆切れだ。スマホなんかいい方じゃね。オールだ。え、これ得意な人。得意な人。え、でもこれさ、何、どっちだ。これを使って。これ、こっちじゃない。これを使うのよ。アンパンマン、これを使って。それでね。新しい顔よ。沈めちゃった、あいつ。あ、でもいけそう。完璧な走りだな。え、でもこれで攻撃、これでいけんの。いや、ボート、向こうのボートを使うのに、いるんじゃないの、やっぱ、もう木の板を漕いでくっていう。え、でも、ちょっと待って、みんなサーフィンしようとして、みんなサーフィン、すげえ。うえみんな一枚ボードを持ったか。持ったぞ。サーフィンするんだぞ、サーフィン。捕まれ、しぶさん、捕まれ。あ、がた、おい。でもなんかこれ多分もう関係ないよね、このボートね。いや、俺たちの船もこっちにある。ああ、そうか。タカ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 。BGM 変わってます。次どこだ？どっち行くんだ？どこにだって行けるね、俺たち。本当なんかどこにでも行けそう。あ、そっち行くか。左。うん。左あれなんか井戸じゃないあれ。井戸掘れるっけ？楽しそうだもんね。さっき、あ、なんかあるよ。あるよ。黄色と黒の押したら危険みたいな明らかなボタン。押して、押しちゃう。押してほら。押すの？ボタンじゃない。ボタンじゃないんだ。あ、なんだ。なんかくっつけるんだ、それ、こっちのなんかに。バッテリー？違うのかな。
これなんだ、トイレ。嘘、ちょっと開けてみて。入ってない誰も。あ、誰も。トイレっぽい。トイレっぽいね。うん。なんか丸見えだけど窓から覗けちゃうよこれ。顔出しパネル覗けちゃうよ。なんかトイレでうずくまって。大丈夫ですか。ちょっと水水水上から。飲みすぎちゃったのかな。飲みすぎちょっと開けて。大丈夫ですか。自分で開けれないからちょっと開けてよ。はい。ちょっと、もう水酔っ払っちゃってる。大丈夫大丈夫。出すもん全部出しちゃって。一番簡単な復活の仕方あるよ。一回こうやってね、一緒に。状態異常だと思ってる。新しい体になれば。よっしゃ、また飲めるぜ。とりあえずこれいく。じゃあこれは何だったの。でも関係ないのか。持ってくのかな。あ、なんか上がりそう。上がった。関係ないんだ。上がんない。みんな上がんないんだ。電池がないんだ。押してる。あ、バッテリーがないから、うん、バッテリーないんだ。これじゃないの。これをさ、うん、それとそれをつなぐコードが必要なんじゃない。あーね、確かに。じゃあ探しに行く。どこかにあるんじゃない。あるんじゃない。ロープウェイ気になる。ロープウェイ好き。ロープウェイじゃないでしょあれ。あ、なんかあるよ。あ、絶対ロープウェイじゃない。なんかあるよ。入ってみます。あ、なんかあるよ。赤と青の、赤と青のやつ。入り口が狭い。あ、見て、パルテットさんのとこもなんかある。なんかね、出れなくなったかも。出れなくなったかもです。あの、一緒に持ちましょうね。業者がちゃんとやらないとこれ。お願いします。誰が早く捕まるんだ。上がれんのこれ。反対側電力がいるんじゃないの。じゃあ俺は何積んだってこと。何するにも電気じゃん。電気か。またせっかくの自然なのに。ね、どうしようかな。なんかみんなそれっぽいものないよね。あっちじゃん。あそこだ。橋が。どこ？こっち。こっちでしょ。そっち。通らねえんだな。こっちでしょ。ここでしょ。それだけじゃ使えないっぽいよね。使うよ。ここでしょ。え？ほら。ああ。ほら。みんな橋だ。すごい。やっぱ切れたんだ。大きな橋が倒れたね。俺の力で。ナイス。ようやったなお前。なあ、めちゃめちゃやからの、やからの。俺についてくれば大丈夫だから。飲み会の時に一人はいる。むちゃくちゃやりらひいじゃん。まだ飲めるよな。飲み会の時に一人はいるやつだそれ。やりらひい怖いな。やりらひい、やりらひい怖いな。順番そんなきついとこじゃないぞ。あ、斧だよ。おこれは勇者にしか抜けないっていう。抜くやん。勇者だ。むちゃくちゃの勇者じゃん。むちゃくちゃの勇者。全部思い出しちゃったんだな、これ。勇者ちゃん。おかしくなっちゃったな、今。これ、思い出した。思い出した。思い出した。俺、勇者。俺、勇者。ポーレンだろ、それ。ちょ、待って、ちょっと、なんか、バカになってない？なんか、データが流れ込みすぎて、バカになってたね。腹減った。壊せちゃう、ここ。これで壊すの？壊してここ。勇者の斧で。勇者の斧で。伝説の斧で。勇者、記憶取れますよ。指示しかしない。お、何でしたか？なんか、おいどれ？中は？あ、中はなんか、めちゃめちゃ下手くそやん。こう、コードがありましたよ。コードやん。あ、じゃあこれで、一回、あの上に行くのかな？さっきの繋げれるんかな？金の斧に変えてきていい？金の斧に変えてきていいよ。金の斧。湖探す？湖そこにあるから。さっきあったじゃん後ろに。金の斧に変えてくるのちょっと。これ繋げれる？でもあの木のあの湖意外と浅かったけどな。あ、ちょっと水に浸っただけになっちゃった斧が。浸った。浴びちゃう。あ、待って。繋がった？
登れるようになりましたよ。みんなこれ何人乗りなんですかこれ。勇者は勇者はそっちにいるでしょ。勇者に操られてる勇者に操られてるモブはモブが今行きます。ここやばいよ。もう手を使え。早くいらないんだってそのギリギリの演出ギリギリ間に合って。早くいらないんだって。間に合わない。間に合わない。早くギリギリで。いらないんだってこの演出。よし危ない。いらないいらないこの演出。危ない。ギリギリ間に合ったね。一チャチがギリギリ間に合った。掴んじゃいけないとこ掴んでる。ギリギリで大丈夫。ギリギリ間に合った。どうなった。あれ死んじゃう。勇者早く、ギリギリ、ギリギリ間に合った。ちょっと待って、やばいな。ちょっとやばいかもこれちょっと今だけホラーかな。え、動けちゃったじゃんこれ。ちょっと抜けないのこれ。大きな株が大きな株大きな株が完全にハマっちゃった。え、抜けないのこれ。助けてこれ。勇者が封印されてる。勇者え、斧持ってこよう。斧え、やっちゃうってこと。一体か一回半分にしたら。ちょっと気持ち悪い。うわぁ、抜けないのそれ。いや、抜けないよ。え、動かない。ブルブル引っ張り出そう。引っ張り。うわぁ、じゃあ、あ、ちょっとずつ、ほらほら。あー、ナイス。ありがとう、生まれました。あれどうも。 なんかあれちょっと待って、片手に勇者抱えてる俺見て装備してる装備してる装備した。勇者装備したわ俺。綺麗に浮いとるやないか。左手やめてくんない。勇者その左手やめてほしい。あ、一回押したらずっとあれなんだ。そうだよ、押しっぱじゃなくていいんだよ。エレベーター知ってる？落ちる。待って。俺のタイミングで行かして。いいよ。投げ捨てられるやんこれ。じゃあ一斉のって言って。それ俺のタイミングじゃないじゃん。そっちが一斉の上で話すの。いや違う行くよ一緒に行くよ。いいよ。せーの。で。おずらすな。違う。ちょ。おーおーおお、待て、とりあえず落ち着け、焦るな、とりあえず焦る。俺たちが、どうなってる？俺捕まえられてんのこれ。俺は捕まれてんなこれ。今カルテッチを間に2人は反対側に落ちてる。もうこの右手で手離さないから。はい、ディレコンさん、じゃん、つかん、よしよしよし、あれ、これつかんでる？ディレコンさん、つかんだ、あれいける、頭低くなっちゃってるの、ちょっともうちょっと犬が頭をさ、そう、いけてる？あ、ダメかも、俺の右手抜けなくなった。どうなったの？俺の右手が助けて。右手が待ってな。助けて。これ絶対いけない。待ってな。俺が下で支えるから。俺を踏み台にしたよ。右手が抜けなくなった。これを試合にして助けて。ねじ切れちゃう。あれ、気がついたら左手がハマってる。え、何このトリック。待って、俺の右手も折れてない。じゃあ見て、俺の右手もう折れてないか。これ左手か。ボキボキ。あ、これ左手なのか。あ、行ったんじゃね？いけない。え、もうビジュアル的には行ってるけどな。
なんか抜けないよ右手が、うんうん、隙間に挟まっちゃって離して離して、ねね、抜けない俺の鼻抜けないよ、じゃあちょっと助けてちょっと一回一回ちょポジションまでポジションまで見捨てないから見捨てない抜けないよ、あ、これ似てねえよこっちの、あ、地雷さん見捨てない、なんか、あ、でも壁の中を伝って移動できるから、あ、いいね、この人、あー違うほらイリュージョン、あ、抜けた、おーやったー、ナイスナイス、全て解決した、ちょっとこれ持ってってよ、赤いやつ持ってこないと、赤いのも必要でしょ、じゃあ青いの先に、ミミズみたい、あいつ何も持たんと一目散に行ってよ、一緒に回ってか、いや、よし、これ電池なんかな、結んでやろうぜ、結んで、あいつちょ、あいつ蝶々結びにしてやろうぜ、ほらこれでも暗い暗いほら刺しやすいようにして、ほら刺しやすいようにやってんだろ、刺しやすいようにこれを二度ほら刺しやすいよ。ほら。向きをさ、向きをやってんのこれ。刺しじゃ邪魔だな。邪魔だな。この刺しやすい色をさ、色が。ほら。このやらいつも。このやらいつも。このやら。いつもこれ。誰の間違い。ありがとう。あいつ。こいつこいつこいつ。喧嘩するならって言って持ってかられた。あれ？リポップした。息継ぎの練習っていう実績がロックアンロックされたっけ、実績を解除しました、どこ落ちた、いや、また家の中です、なんか、え、タンスが代わりにタンスになった、代わりの箱です、生まれ変わりました、何が起きたの、あーあーね、来た、あ、出せた、あぶね、オールの君は何やってるの何やってんそれ後ろからこれついてちょっと面白い何おもろいの、ねー挟まってるあー来た来たナイス、ひっくり返らないんだけど、ガラがないなー、あ、任せてごらんなさいよ、色がなさい、はい、力持ち、力持ち、あ、色がちょうどそれ揃ったす、ちょっと待って、あのオールのやつが、オールのやつが危ねえ、危ねえ、違う、オーラーがよ、生きてる、でこの犬です、この犬がオーラーがよ、これこれ難しい、おーおお、俺でもこれでいけんじゃないの、もっと先の方掴まないと、あの先っちょじゃないと、あれあかんの、あ、そう、あ、いいね、オッケー、行こう、電気が通った、電気来たからこれに乗って、これスイッチはどうやるの、捕まったら行くんじゃない、なんだろう、行くんじゃないですか、よっ、なんでこう、あーみんなみんな戻ってこれるのかな、えー、やりたいこれ、あ、戻ってきた、あ、戻ってきた、楽しいよそれ、楽しいよ、センター持つあ、いけーおっ、オッケーオッケー、待って待って、わかったわかった、待って、はい、オッケー、じゃあ俺そっち、俺こっち行こう、俺こっち行こう、おお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 おバカがよ、えじゃあオールが、オールいらんかったか、オールが折れちゃった、ダニネおいで、ウェーイ、これ楽しいね、こういうのやりたい、いいね、ね、やりたいね、あれね、アスレチック、でもあれ手離したら死ぬね、うん、ね、何でもそう、何でもそうね、安全バー下ろしてなかったらそこそこ死にますよ、死ぬよね、あれね。